はい、どうもこんにちは、ヤンホーたまるです。本日はですね、こちらレモンです。はい、じゃあテレビジョンみたいな、絵画といえばこういうレモンよく描かれてますよね。なんで結構参考になるかと思います。よければ最後まで見ていってください。そしてチャンネル登録まだの方ぜひお願いします。あ、それと今日はこの白の背景でやっていきます。明後日はこのレモンを剥いて描きたいと思います。はい、なので2本立てです。ぜひお楽しみにしてください。はい、それでは描いていきます。はい、今が3時25分過ぎなので4時25分まで描いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。こんにちは、山本あまねです。本日も音声解説の方をつけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いやー、ついにレモンです。ずっとね、このレモンをいつ描くかってずっと悩んでたんですけど、ついにね、今日描きました。もうね、写実絵画でもね、レモンってかなり描かれていて、僕の師匠である生島博士先生も描いています。そしてね、兄弟子にあたる小森隼人さんも描いていますね、レモンは。なのでね、このレモンっていうのはやっぱりこう画家からするととても魅力的なテーマとなっていると思いますね。それで絵の方なんですけど、カドミウムレッドを薄く溶いた絵の具で全体をまず形をとって、そこから、固有色をのせていく感じです。でね、固有色をのせる前に明暗をざっくり分けた方が描きやすいんで、僕はそうしています。はい、そして影も同時に描いていきます。影は寒色系で統一しました。背景もね、なるべく寒色になるようにしています。やっぱりね、暖色のモチーフには寒色の背景が合うと、僕は思っています。あえてこう暖色のモチーフに暖色の背景を持ってくる人もいるんですよ。そうすることによって、その絵全体がすごい暖かい絵になったりとか、そういったね、モチーフにこだわる絵画ではなくて、絵作りを大事にするのであれば、全体的に明るい色を使うのも手かもしれませんね。僕の場合はね、やっぱりこうモチーフをね、とにかく描き出すっていうのが目的なので、そのための背景っていうふうに考えています。背景はあくまでもモチーフを引き立たせるものっていうふうに考えていますね。最初に言ったように、絵作りを大事にするのであれば、モチーフだけにこだわるっていうよりもその空間を大事にする。なので背景は暖色で描くっていう人も全然それはありだと思います。はい、もうこれは単純に好みの問題ですね。好みと目的ですね。はい、そんな感じで今日も描いております。そしてね、この影の部分っていうのは、なるべくやっぱり絵の具をね、置きすぎないっていうのが大事なのかなと思いますね。やっぱり影っていうのが前に出てしまうと、立体感っていうのがね、出にくいんですよね。影の部分はあまりこう主張しないような色を使っていきます。レモンね、この酸っぱそうにね、描けてたらいいですね。皆さんって絵を描かれたりするんですかね。なんか結構この僕の視聴者さんでどれくらいの人がこう絵を描いているのかっていうのが結構気になりますよね。なんかどういう目的で見られてるのかなっていう、今後の動画作りにもね、そういうこともちょっと聞いておきたいなって思っています。やっぱりね、こう絵をもっとこう上手くなりたいから見ているのか、それともこういうコンテンツ、アートを楽しみたい、日常的なアートを楽しみたいっていう気持ちで見てくださっているのか、なんか結構そこがね、どっちなんやろなっていうふうにいつも考えてるんですよね。なので、もしよかったら皆さんがどういう気持ちで見てるのかっていうのを教えていただけると嬉しいですね。結構細かいディティールも描いていっています。なんかね、すごい楽しかったんですよ、今回の作品。やっぱりね、色が単色なので、
形とか、まあ、色彩とか色調とかいろんなものに こだわらなくていいモチーフなんですよね。こういうモチーフっていうのは、まあ、もう言ったら黄色だけなんで、まあ、だけって言っても、まあ、あの茶色とかね、あの赤っぽい色とか、青みとか結構そういうのは入れるんですけど、まあ、あくまでも黄色がメインなので、細かいこの何ですかね、マチエールとかそういう部分にこだわることができてすごく楽しかったですね。いかにこう物質としてのレモン感っていうのを二次元の上で表現できるかっていうところが重要になってきますね。はい、で下の床にもレモンの反射光が入っています。でレモンの反射光っていうのはやっぱ黄色っぽい色になるので意識して描いていってあげました。はい、ではね、こうやってもう全体をぼかしてサインを入れて完成です。ご清聴ありがとうございました。はい、ということで完成しました。こんな感じです。近くで見るとこんな感じです。うん、めっちゃ楽しかった。これは描いてて楽しい。絵の具もね、すごい厚めに塗ってます。これが絵画のね、良さなんですよね。絵の具ののりを良くすることによって写真にはね、こう美しさっていうものの本質っていうものを描くことができます。はい、そんな感じです。うん、結構ね気に入ってます。飾りたいですね。これは、この動画がいいと思った人はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとリクエストとかもコメントからよろしくお願いします。それではね、またお会いしましょう。さよなら。